こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間ですと言いながらちょっと髪の毛直してました。ちょっとピヨンってなってました。はい、はい、ちょっとはい、ガキン闇属性縛り長老ですね。はい、この方はね、この方のアカウントはですね、というか僕なんですけどね、ちょっとチョーンってなってるのが気になりますね。はい、最近あのボーカリスト引きすぎ問題で低評価をバンバン食らっております。はいまあ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 、それもね、まあ、YouTube ということで、はい、全然いいです。はい。で、今回はですね、今日といえばですね、もう事前に柴犬丸が上がっていると思いますが、ですね、はい、これ受け取っていきましょう。魔法石100個配布と、超絶スーパーゴッドフェスが来たということでですね、はい、それちらを引いていきたいと思って動画を撮っております。はい。届いてるね。はい。はい、じゃあ、超絶スーパーゴッドフェス、ですね、狙いはね、もう柴犬丸がもうね、まあ、ノーコメントにしときましょう。そちらもご覧ください、せめて。はい。狙いは、もうほんと、二つ。一つって言おうと思ったけど、嘘。二つあった。超転生両夫と、10連ガチャドラが欲しい。闇属性柴犬なんですけど、10連ガチャドラがいなくて、10連ガチャドラパワーが使いたいのと、超転生両夫がいればね、極連回れるようになるんですよ。極連回るキャラがいないんですよ、今。はい、それでは引いていきましょう。はい、これ、10連卵、10連ガチャドラ、入りましたー。はい。よーって思った。はい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 。まあね、これ初めてね、この前ね、これを柴犬丸でくださいよ、もう、ほんと。初めてまだ1年も経ってないんでね、ガチドラさんはね、何も持っていないということでね、はい、本当に。おー、スカマリア嬉しいぞ。はい、はい、はい。おいやー、これ、こうなったフェス源なんですね、多分。いやー、モリグ嬉しい。いやーってなんか、2体。嘘。ああ、10連ガチドラ、10連ガチドラパワーを僕にも使わせてください。本当にね、スキルプラス雲武器っていうのがね、まあ我慢しましょう。とりあえずね、まあ、この方が10連ガチャドラさんを生んでくれればいい話なんで、はい。いや。はい、じゃあ15連目行きましょうか。はい。15連目で10連ガチドラを生んでください。お願いします。てかもうこのガチドラさんが来てくれてもいいんですけどね。はい。やったら開くな。はいはい。ヌンの人ですね。はい。お、ネムカリ。ありがてえ。リュエル。いや、ボックスが潤う。潤う。ちょっとコーヒー飲もう。スクルドはね、闇属性になるんですよ。でもね、いるんですよ、2体。はい。さあ、10連ガチャ、ほんまに10連ガチャとかが欲しくて、この時をどんだけ待ってたか。4連も欲しいけどね。じゃあ4連ガチャとらさんに10連ガチャとらさんを産んでもらいましょう。はい、じゃあこれで19連目ですね。なんかさっきより渋いな。はい。ごめんなさい。ネタバレですね、これは。詳しくは前回の柴犬丸を見てください。さあ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 。お。ラーか。ラーはね、でもスキル武器になるからね。はい。パンドラはいいですね。闇属性なんで。さあ、これフェスゲンですよ。フェスゲンですよ。風神持ってなかったのか。あ、いや、持ってる。持ってるけど、ちょっと用事ないね、これは。10連ガチドラさんにね、用事がね、めちゃくちゃあるんですよ。これ、始めてからね、もうずっと10連ガチドラさんにね、何回もね、電話してね。これはこれであり。これはこれでありよ。8コンボかさ、武器になるとどんな感じかな。いやー、これはいいっすね。これは、確かあれでしょ？手に入らなかったら課金かなんかしないといけないんでしょ？それを無料でいただいちゃ、文句はなしです。
はい、文句はなしですやってなんかどこぞの山賊みたいな言葉扱いになりましたが、はい、17連目ですね。17連目、はい。じゃあこの方にね、10連ガチドラさんを産んでいただきましょう。あ、ちょっと待ってー、これはあかんやつ。まさか10連ガチドラゲットできずか。それはきついな。また闇カーリーや。闇カーリーになんか好かれてるんですよ、僕、このアカウント。ねえ、多分初めてのフェスゲームも闇カーリーじゃなかったかな。マッハはねえ、マッハはねえ、リラチェン武器と考えればまあいいでしょう。ちょっと長いけどね。はい。はい。クシナダ姫持ってないんですよ、持ってないんですよ、もう。ほんまにね、ちょっとね、もうコラボに結構全突破しちゃうんで、僕、アニメとか好きなんで、オリジナルキャラをね、持ってないというね、はい。お!来ましたね、これ。来ましたね。はい、ありがとうございます。褐色美少女。はい、ソニアフィオ。お!終わりかと思った。まだあるんすね。え?これ4つってことは、でも、これが最後か。これが最後か。ですね、何連いったんだっけ?まあ、忘れた。もういいでしょう。もう、ただでね、いただけるんでね。ただ10連ガチャドラ欲しかったなぁ。この日を何度待ちわびたことか。でもね、せめて呂布はね、アヌビスが僕に使えるわけねえだろうよい。アヌビスそんなん言ったらもう一体出てきてもうた。はいはい、フェスゲンよ。フェスゲンよ。楓さん、オッケー。楓さん、もう闇落ちして闇属性になってください。はいはい、また終われた。ああ。用事がある人2人、どちらもゲットならずか。あ、でも、わからんで。あ、じゃあ、ちゃう。両風闇属性じゃけど、フェスゲンじゃないわ。ナーガさん、ありがとうございます。来ていただいて、奇世界ドロップゲットでございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、柴犬丸のガチャ動画を見てくださった方はご存知かと思いますが、はい。私、この長老アカウントですね、もう、トリプルボーカル並みにね、イデアルを弾いておりまして、はい、ロセちゃんがね、ベーシストがね、欲しいんですよ。もうね、これはどう考えても可愛い強いということで、はい、弾いていきたいと思います。留学しがちゃ。このタイミングでね、弾くのはね、まあ、もったいないかと思いますが、はい、ね、一発で出るということもね、慣れなかったですね。さーて、さてさて、5連はね、さすがに無課金で5連突っ込むのはね、勇気がいるんですよ。だから、いや、金卵見るのもね、結構勇気がいりますよ。金卵狙いってなかなかないですからね、この本当に。うん。いや、ちょっとほんま、しんどい。もうしんどい。しんどいわ、金卵は。ちょっとしんどい。胸が張り裂け、しんどい。しんどい。なんかもう同じ人ばっかやん、もう。ラウド。いや、そんな。いや、もうしんどい。いやー、それ、もう言いたいことわかるでしょ。柴犬丸の動画見てくださった方。もうしんどい。5連で弾いてたら、いや、もうしんどいて、しんどい。いや、トンタッタやったっけ?あ、ロッタ。トンタッタね、トンタッタ族っていうね、ドレスローザにいるね、小人のことでした。いや、しんどいって、もう。いや、しんどい。いや、一応ね、このアカウント無課金やからね、いや、マジでちょっと息苦しくなってきた、もう、どうしよう、もう。よっしゃ、やったよ。なんなんこれ、ほんまに。もうほんまにちょっとこれもう、どうしたらいいんでしょうね、もう。
長老イデアルに好かれすぎよほんま。いやもうあかん、ちょっとほんまにちょっとしんどい。いやもうしんどい、胸が苦しい、ほんまにしんどい。もう頼むからロシちゃんちょうだい。ミルちゃん、いや、はい、それでは結果見ていきましょうか。はい、このゼウスドラゴンは広告ガチャか、超転生ペルセウスからですね。あの昨日もイデアル引いてるんですよねこれ。闇属性のフェスゲンといえば、いやーね、でもねこの8年ガチャが、まあ、一番の収穫かな。いやーこれ怒涛の金何連続やこれ。 1,2,3,4,5,6,7。 いやーこれ絶対今日からコラボ来るでしょう。僕の動画上がってる頃に、今日からじゃない、来週から。いやーこれはきついてー、なんということでしょう。パート2ですね。もうしかもなんで、いやもうこれ僕ね、ツイッターでね、いろいろ見てるんですけど、もう、2桁万円かけてもミリアルさんが2体目出なかったっていう方が結構いらっしゃるぐらいなんで、申し訳ないです。それでは、じゃあ、長老アカウントはこのボーカリストと共に終わりましょう。よろしければね、皆さん何連できたよとかね、石何に使ったよとかね、もう内容とかでもいいんでね、はい。そういったコメントもお待ちしております。はい。よければね、概要欄に Twitter のリンクとかも貼ってあるんで、そちらもフォローよろしくお願いしますよ。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。